皆さんこんにちは、アニマルさんです。今日はトレックマドンナインの組み立ての前に各パーツの紹介をしていきたいと思います。具体的には DI2 関係のものとフロントフォーク、ブレーキに関するものがメインになります。それでは見ていきましょう。まず今回 DI2 のケーブルを別途新しく用意しました。なんでかっていうとですね、普通のシートポストにバッテリーを収納するタイプの DI2 のケーブルとはちょっとバッテリーを置く位置が変わるんで、それぞれのケーブルの長さが変わってくるんで、新たにそれに適した長さのケーブルを買ってます。マドンの取説 PDF をダウンロードできるんで、それをダウンロードしてみていくとですね、 H1 と H2 2つの表があるんですけども、 その中で、まあ、フレームサイズごとに適切な DI2 のケーブルの長さっていうのが書いてあるんで、それをまあその通りに買いました。僕の買ったマドン9のフレームサイズは52で、ヘッドが H2 なんで、シフターから伸びるケーブルが 600mm ですね。普通まあシフターから大体30センチが多いんですよね。ステムのところにジャンクション A を置くタイプでいくと、まあ大体30センチ2本っていうことでレバーから出すようにしてるんですけども、マドンの場合はダウンチューブにジャンクション A が来るんで、さらに長くなります。レバーからのケーブルが1本 600mm が2本っていうことで、でこちら2つ買ってますね。でフロントディレイラーからの、ケーブルっていうのが、まあ、750ってことでこちら買ってます。でリアディレイラーからの、ケーブルが、まあ、一番長くなるんですけども、1000mm ですね、1メートルのもの、こちらを買ってます。でダウンチューブのところに配置するジャンクション A なんですけども、5ポートのもの、こちらを配置するんで、4本の DI2 ケーブルがここの4つに入って、残りの1本は、バッテリーケーブル、バッテリーにつながるケーブルになってますね。それはもともとある程度の長さ、まあ長さなんでもいいんですけども、余ってたのがあるんで、こちら、今回バッテリーは新しいやつね、 DN110 っていうシンクロシフトに対応したものを使います。で、こちらのケーブルをこういう形で、まあ、どっか一つ差し込むみたいな形で、で残りの4本をのこちらの穴に差していきます。じゃあちょっと開けていきましょう。もう本当に簡素な感じで、もうこういう風な形で入ってます。これだけですね。で意外とですね、実物見るとその実際の長さより短く見えます。特にステムに置くタイプのジャンクション A から伸ばすハンドルのレバーに通す DI2 ケーブルは30センチなんですけど、それが箱開けるとものすごく短く感じるんで、あ、これ大丈夫かなって思うんですけど、実際まあつけてみると一応大丈夫なんですけど、なんか見た目は本当短く見えてしまいますね。でこれが、バッテリー周りの部品になってます。こういう形の部品がマドン内のダウンチューブの、上というか前の方に、前側の上の方に配置されてます。これに、まあ、DI2 ですとジャンクションA をここにはめて、その下こちらにバッテリーをくっつける形になります。で DI2 ケーブルはチューブの中を通ってこういう形で4本前と後ろから入ってきます。でケーブルの場合はこういう別の部品が、はい、ありまして、まあ、どっちょっと分かんないですけど、フロントディレイラーとリアディレイラーのケーブルがこういう形でここに入るようになってます。まあ、こういう形でダウンチューブの上のところに、ダイヤルが出てるんで、ケーブルのテンションを変えるのはここから簡単にできるんで、分解しなくてもこれでテンションを変えることができます。回すとこのバネが動くようになってますね。今回はこれは使いません。でまあちょっと順番がどうなるか分かんないですけど、とりあえずこれにバッテリーとジャンクション A をちょっとつけてみましょう。もしかしたら後で付け直すかもしれないですけど、とりあえずやってみます。バッテリーをつけます。でその際にこの結束バンドでつけるような指示になってます。
な感じですかね。でこちら、短いリアイズケーブルをつけます。でこちらのいらないところを切ってしまいます。こうはまるケースなんですけど、こちらの方のこのここですね、これにちょうど、DI2 のジャンクションが入るような仕組みになってますんで、ちょっとじゃあ入れてみましょう。カチッと音がしましたね。これでハマりましたね。こんな感じですね。ここにあのノッチというかボタンがあるんで、これをこう押すことによってこう外れますね。なんで、まあ、あのここはダウンチューブで上上面になってますんで、分解しなくてもここのボタンを押すことによってこれが取れますね。で多分こその開けた状態でここから充電するっていう形になると思います。ちょっと面倒くさいですね。ちょっとで、まあ、ここにあの DI2 の切り替えスイッチはここにあるんで、ここで、シンクロシフトの設定を変えたりとかっていうのは一応できますね。はい、こんな感じでこれが、ダウンチューブに埋まるわけですね。こういう形で、はい、マドン内のフロントフォークの方をちょっと説明します。パッと見てすごい目立つなっていうのがこれですね。このなんかドクロがなんか帽子かぶったみたいな、こういうのがついててちょっと面白いですね。ヘッドチューブに隠れちゃうんで実際見えることはないんですけど、こういうちょっと遊び心があるのは面白いですね。これがあの、まあ、フロントブレーキなんですけども、ちょっと変わった形式になってますね。ここにもう一つ部品があって、これが上に引っ張られることによってこうブレーキがかかるような仕組みになってます。これも変わってるんですけども、あのフラップですね、ハンドルを切った時にこれがこのフラップが開くようになってるんですよね。それがこういう部品になってます。こういう感じですね。ちょっとバネがある感じで、すごいこのフラップ自体はめちゃめちゃ薄いですね。でここのネジ で、ですね、あのヘッドチューブの上の方にこうネジ止めされる形で、でこれがパカパカ動くような、ハンドルを切ると開くような形になってますね。なんか飛行機みたいで面白いですね。これもマドンナイト独特の部品ということでちょっと紹介します。あとはこちらあの、まあ、ケーブルが、通るの前提のコラムの部分っていうんですかね、ここがへこんでる形になってますね。ここにケーブルが這うような形の、スペースになってるんだと思います。どうでしたでしょうか。次回から実際に組み立てていきますので楽しみにしていてください。チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた。